リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ライターの奈良沼です。今回も今日もドラマでキュンですと題しまして、注目の恋愛ドラマについてお話ししていきたいと思います。さて、今回なんですけれど、今回は7月クールのドラマに出演する注目の若手俳優さんを3人ピックアップしてまいりました。まず1人目が赤楚衛二さんということで、ねえ先生知らないのとか、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、通称チェリ魔法ですね、とかに出演していた俳優さんなので、こう知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれど、そんな赤楚さんについて紹介していきたいと思います。赤楚さんは、2019年のドラマねえ先生知らないので、主演のリーチを演じていたりとか、チェリ魔法で単独ドラマ初主演として足立役を演じたことで一躍有名になったと思います。チェリマホがとにかくこう注目度を上げる作品になったかなと思っていて、多くの人がこの役で赤楚さんの存在を知ったかなと思いますし、その魅力にこうハマっていったんじゃないかなって思います。でチェリマホで赤楚さんは、社内随一のイケメンで営業部エースの同期黒沢と恋に落ちるっていう役を演じていて、こう男性同士の恋愛なんですけど、すごいキュンキュンするシーンもたくさんありますし、じれったい恋模様みたいな部分に切なさが募るとか、そういう楽しみもあったりします。すごい恋愛ドラマとしても優しくてこう温かい気持ちになれる作品なので、赤楚さんの過去の作品の中では特におすすめの作品になっています。チェリマホって赤楚さんが演じる足立っていう役が30歳までこう恋愛経験がなかったことで魔法を使えるようになるっていうところが話の発端なんですね。でその使えるようになった魔法が触れることで相手の気持ちがわかるっていう魔法なんですけれど、その触れたことでわかるっていう気持ちの内容が初っ端から恋心っていうところがもうすごい優しい世界すぎません？なんかそれをきっかけに、まあその魔法のせいでいろいろあるんですけれど、二人は仲を深めることになるんですね。二人がいろんな困難を乗り越えながら、こう関係を深めていくっていう物語に、すごい惹かれていくようなピュアなラブストーリーになっています。で、そんな赤楚さんは、実は世にも奇妙な物語、21年秋の特別編にも出演が決まっているので、7月期のドラマにももちろん出演されるんですけど、そのドラマの後にも、こう、出演作、待機作がある、すごい注目の役者さんだったりします。で7月期のドラマでは彼女は綺麗だったって中島健人さん、小芝風花さんがダブル主演する作品で、ザ・モストっていうファッション雑誌の編集部員の役を演じています。でチェリマホでは結構、まあ、会社員の役なので黒髪だったりしたんですけれど、ザ・モストの編集部員ってことで今回ヘアスタイルもちょっと明るめになってたりとか、新たな一面が見えるんじゃないかなと思えるような役になってると思うので、すごい予告にも出演しているのでぜひご覧になってみてください。では続いて2人目の役者さんについて紹介していきたいと思います。で2人目に紹介するのが前田郷敦さん、千葉真一さんがお父さんで、お兄さんが新田真剣佑さん、もうすごい俳優一家の生まれっていうサラブレッドですね、まさに。そんな前田郷敦さんなんですけれど、過去には私の家政婦渚さんとか、恋愛漫画家とか恋愛ドラマに出演した経験もすごい豊富なので、次に出演するプロミスシンデレラでもどういう役を演じるのかな、どんな活躍を見せてくれるのかなっていうのがすごい楽しみな役者さんでありまして、経歴もすごいんですね。前田さんロサンゼルスで生まれて英語がペラペラで、サックスとギターが弾けるで、身長は183センチ、もうまさに絵に描いたような完璧な経歴、きらびやかな背景を持った俳優さんなんですけれど、2019年から映画やドラマでお兄さんの真剣佑さんのようにこうどんどん活躍する場を広げていってるっていう役者さんです。ちょうど4月期のクールでは恋愛漫画家に出演していて、主人公の愛子、吉岡里帆さんが演じた役に恋心を寄せるっていう役を演じているんですけれど、いわゆる2番手キャラになってしまうような役なんですけれど、すごいこう愛子への思いとか、それと別に彼女がいるんですけど、そういう恋愛の複雑さみたいな部分でも繊細なお芝居を見せてくれた役なので、今回もこうプロミスシンデレラではどういう風な恋になっていくのか、恋になっていくのかどうかさえまだわからないんですけれど、
どういう風な芝居を見せてくれるのかなっていうところで、すごい期待が高まっています。そんな前田郷敦さんの出演するプロミスシンデレラは、二階堂ふみさん演じる早梅ちゃんっていう女の子がある日突然旦那さん井上海さん演じる夫から一方的に離婚を切り出されて、そのショックから家を飛び出すんですけれど、早梅ちゃんはスリからお金を取られてしまって、バツイチ無一も無職で、しかも宿なしになってしまって、公園で段ボールを敷いて過ごすっていう、ちょっとびっくりするようなところから物語が始まるんですね。そんなところにリアル人生ゲームっていうのを持ちかける性悪な男子高校生片岡一世っていう少年が現れまして、その役を前田郷敦さんが演じるということになっています。すごい過激なストーリーにも惹かれるんですけれど、前田さんが演じる役が公式ホームページの相関図的にはこう準主役に匹敵するんじゃないかなっていうような立ち位置になっていて、今までの前田さんの役の中でもいろんなお芝居の引き出しが見えてくるんじゃないかなっていうところが、すごい期待大のポイントになっています。二階堂ふみさんもすごいお芝居の力の実力のある女優さんなので、どういう表情を引き出してくれるのかな、前田さんとどういうお芝居の掛け合いがあるのかなっていうのももちろんすごい楽しみですし、前田さんもこれまで黒髪で二階堂、恋愛漫画家では二階堂を演じていたんですけれど、今回男子高校生では金髪になって出てくるシーンが予告でもこう明らかになっているので、そういうファッションとかヘアスタイルの部分でも新鮮な一面が見れるんじゃないかなと思っています。で、ついに3人目の役者さんは渡辺圭介さんをピックアップさせていただきました。渡辺さんは大学時代にスカウトされて、最初モデル事務所にいたんですけれど、その後、アミューズに移籍して仮面ライダージオーでドラマ出演を果たすという経歴を持っている方です。で、仮面ライダーとして役者デビューするっていう、もう若手俳優の登竜門を超えてきた役者さんであるんですけれど、一番皆さんにとって馴染み深い作品はきっと恋は続くよどこまでもで、ヒロインの七瀬ちゃんと同期の小児科の看護師さんを演じた役なんじゃないかなと思います。で、この役で、佐藤健さん演じた天童の姉の龍子さんと恋仲になるっていう役だったので、結構こう若手俳優にしたらすごいいいポジションの役を得たなっていう印象でした。私の中ですごい長めの髪をいつもしていて、長髪にこう端正なルックスっていう、そのビジュアル面での引きもすごい強いので、こいつずの中でもあれこの役者さん誰なんだろうってこう気になった方もすごい多かったんじゃないかなと思っています。そんな渡辺さんなんですけれど、ミュー404では特派員レックっていう役をやっていて、ナウチューバーっていう何のことだかね、わかりますよね。YouTuber のような役を演じている。動画配信をするっていう役を演じているんですけれど、そこでは事件をネット配信してバズったことをきっかけに、菅田将暉さん演じるくずみに目をつけられて事件に巻き込まれてしまうっていう役を演じています。で、この役の時、TBS の公式 YouTube チャンネルで、ミューチャンネルっていうのを渡辺さんが配信していて、こうそれぞれの役者さんのこととか、あのご自身の特派員レックの役の着物姿、そのファッションについて言及していたりとかもしていて、作品の裏側を説明するような YouTube チャンネルを更新していました。で、そこでも、まあ、言及されてるんですけど、特派員レックの役の時ってこう和服姿にお洋服のコートを着ていて、足元はブーツっていう、すごい和洋折衷の個性的なルックもすごい魅力になったんじゃないかなと思っています。渡辺さんすごい、まあ、整ったお顔立ちに長髪っていう、結構日本のドラマ界では割と個性のあるルックスをしているのかなと思うので、そういう部分にすごいファッショナブルな着物とコートっていう姿がすごい印象強かったりしたので、ルックス的にこう渡辺さんのいいところがすごい引き出された作品だったんじゃないかなと思っています。もちろん役としてもすごいいい役だったんですけれど、渡辺さんのいいところを存分に引き出した衣装とか髪型とか
演出だったんじゃないかなというのもすごい印象に残っています。で、最近では4月期2021年4月期のクールで恋はディープにで主人公の石原さとみさんと恋仲になる綾野剛さん演じる凛太郎っていう3人兄弟なんですけれど、その兄弟の中の一番末っ子の役を演じているんですね。で、ドラマの中でもちょっと後半はキーパーソンになったりとか、今田美桜さん演じる愛香ちゃんと恋仲になったりとか、こちらでもすごい活躍を見せていて、この役ではまたこれまで演じてきた役とはちょっと違って末っ子のすごい甘えん坊な雰囲気とかを可愛い感じを出していたりとかもしていて、こう渡辺さんの新しい一面が引き出された恋愛ドラマだったんじゃないかなと思っています。ですごいキュンなシーンにぴったりな役者さんなので、恋はディープにでもそうですし、恋つづでもそうですし、母性本能をくすぐるというか恋愛ドラマにぴったりの表情を見せてくれる役者さんだったりします。なのでそれこそ7月クールから始まる推しの王子様っていう作品では、主人公の泉が乙女ゲームのベンチャー企業の社長なんですけれど、ゲームの主人公にそっくりな五十嵐渡る、この役を渡辺さんが演じるんですけれど、この五十嵐渡るっていう役にまさにぴったりの役者さんなんじゃないかなと思います。現実離れした美しさみたいなところを持ち合わせていたりとか、年上の女性と恋をする恋愛ゲームをこう題材にした作品なので、理想の男性に推しを仕上げていくっていうような部分もポイントになるんですけれど、そういう育てられていく男性っていうのにすごいぴったりの役者さんだなっていうのも感じました。なんかこう渡辺さんを推して育てたいっていう気持ち、すごい共感するなって個人的にも思ったので、推しの王子様すごい注目作品になると思っています。ということで、7月期クールの注目作品3作品の中からさらに若手で注目の俳優さんについてピックアップさせていただきました。皆さんどうですかね、推しの俳優さんいましたかね。7月クールまだまだすごい注目の俳優さんたくさん出演するので、ぜひこの方気になっています、この方注目だよっておすすめがあればコメント欄の方までお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。今日もドラマでキュンです。以上になります。ありがとうございました。